巨人を排除しろ。 Thank you.
しのいだな。 ミカサ アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。 何？おい待て！ アッカーマン！私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば 私は何でもできる。サシャ、なぜここに。仲間と外れちゃったんです。助けてください。生きられる場所を見失ってしまいまして。怪我はない。ならすぐに動く。 命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら石川つか、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。 アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。 アルミ、今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、 私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。 全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。 Yeah.
俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった、みんなやるぞ。戦わなければ勝てない。なければ勝てない。潰す、かっさばいてやる。じゃあもう一押し。ここで死ぬのか。やったか。邪魔しないで。潰す、協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。え、
みんな本部を取り返そう。俺たちはみんな食われちまうんだ。巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。本部奪還作戦を決行中なんだ。本気なの？分かった。みんな、行きましょう。俺だって、やってやるぞ。人類の底力を見せてやる。なければ勝てない。人間様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。もう一度頼む。生き延びて僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつら見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え。
戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。